て。ね、まさかさ、ね、ここで寝た。本当だよ。いや、それ、それ、それ。早稲田。早稲田。六大学のボールボーイマイケルでしょ。あ、ボールボーイじゃない。あの、あ、違う。六大学の時は、うん、あのグランド整備入ってる。もうずっと神宮にお世話になって。神宮に育てられたと言っても過言ではないぐらい本当にいいとこだよ。いいところだよ。いいところ。わかるでしょ、だって球団の対応の仕方とか。いやいやいや、もうお互い一回打ち合わせでさ、はい、新橋のさ、うん、まあヤクルトの球団の会社行ったじゃない。そうだね、行かしてもらって。あの時のコーヒーすげえ美味しかったな。今までで、ね、今までで一番美味しかったな。よし、じゃあ寝てみます、はい、じゃあすいませんね、皆さん、もう本当に寒い中ですけども、はい、そうですね、ちょっとみんなで盛り上がって、ファンをね、盛り上げていきましょうね。はい、すいません、よろしくお願いします。拍手お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ヤクルトファンの皆様に送る、はい、ラブレターズのコントです。はい、では、音楽お願いします。3年生のみんなは、今日でこの学校を旅立ちますが、道に迷ったらいつでも帰ってきなさい。校長先生、ありがとうございました。それでは最後に卒業生起立、校歌斉唱。気持ちがいいとは。分かった。いやね。短い間でしたけどね。時間が迫ってるんですけども、はい、あと30分にここいたいな。いや無理だろ。無理じゃないかな。どうにか。つば九郎とかいるからさ。な。しょうがない。しょうがない。すいません。
というわけでね、はい、僕たちだけじゃこの後もあれなので、はい、ちょっと他のなんかゲストがいらっしゃるということで、はい、出てきていただきましょうかね。すいません、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。効果、効果、効果をお出しいただきまして、はい、これがその効果、卒業までに覚えられるかどうか。裏で爆笑してました。ありがとうございます。爆笑しておりました。すごい頑張りました。はい、さあ、そしてもうお二方、爆笑していた方が、爆笑していた方が、はい、爆笑していた方がお二方、はい、登場していただきましょう。はい、上田選手と吉野選手です。よろしくお願いします。お疲れ様でした。 CS、 怪我、早めに直してください。すげえな、本当の、本当のスワローズファンですもんね。嬉しいですよね。そうか。コント見ていてどうでしたか、感想は。吉野さん、僕らちょうど寮でキングオブコントを見てまして、はい、マジっすか。で、2人して西岡中学校。ちょっとお二人で言ってもらっていいですか。いや、僕見てないです。あ、見てない。上田さん、それ嘘でもいいですよ。あ、見たな。いやいや、見てたと思いますよ。見てたと思いますよ。上田さん、どうですか、見ていて。どうでした。いや、キングオブコントの中で、はい、やっぱり見てるんだ。いや、ハードディスクにもね、きっちり、はい、アップして、もう、はい、録画して、1日5回ぐらい。すげえ見てますよ。それもまた嘘だと思うけど。誇張が平気で嘘つくな、この人。どうなんですか、ラブレターズのコントっていうのは他の芸人さんと比べて何かこう違うなってものありますか。ちょっと恥ずかしいですね、ちょっと。あんまり佐野さん、はい、そうですか、分析とかされるといい、まあ、まあ、嬉しいですけど、せっかくですから、はい、もらいましょうか。僕らのことは知ってくださってたんですか、そもそも。正直わからないけど、でも、そうです、さっきの効果が流れて、はいはい、まさかあんなテンポで歌って続けると思わなかったので、もう西岡中学校残りますよね。でもね、あとでちょっと携帯で録音させてもらっていいですか。目覚ましですよ。着信音。本当に西岡中学校なんですか。いや、これはね、これは西岡中学校って何、どういう意味なんですか。意味、はい、意味、西岡中学校の意味です。絶対みんな知りたいと思うんですよ。あ、そういうことですか、はい、いや、もうこれも単純にたまたま西岡中学校ってつけたんですよ。僕ら全然西岡中学校でもなかったし。そうなんですか。ボロが良くてとか言いやすかったとか、はい、実際に札幌に西岡中学校ってのあるらしいですけど。あ、そうなんですね、はい、で、この間ご挨拶に伺ったんですよ、はい、札幌にわざわざ行って、わざわざご挨拶行ったんです。本当に本当に行かせてもらって、そしたら教頭先生から門前払いされて。あら、そうですか。怒られちゃって、もともと PTA からなんか苦情があったらしいんですよ。あ、そうなんですか。あの効果はうちの学校と関係あるのかっつって、関係あるわけない。それでもし関係があるようでしたら、ちょっと告訴を、もうやめてください。訴訟問題に発展するみたいな、そんなこと言われて、だから迷惑なんで帰ってくださいって言われて。あ、なるほど。なんとかの恋人みたいな問題になってくるわけです。あ、ちょっと、これもあって、はい、あ、そうなんですか。そうなんですよ。いや、でも生で見るとやっぱりいいですよね。野球もいいですけど、コントもね、やっぱ生で見ると全然違いますもんね。すごい嬉しいですよ、本当に。はい、なんか、うん、はい、で、ボールボーイは、はい、どうですか、やっていて。ボールボーイやっててですか、もう楽しいですよ、なんかアルバイトとして、まあ、入ってるんですけども、言っちゃえば特等席じゃないですか。そうですね、もう一番の席ですもんね。金いらないですよ、ね、正直。でね、僕一回、まあ、広島戦で、はい、2年前ぐらいですかね、まあ、ベンチの脇で、まあ、ボールボーイいつものようにやってたんですよ、はいはい、そしたら肉離れやっちゃって。ボールボーイが、ボールボーイが選手より先に、うわっうわっ、もう一生懸命、毎回一生懸命走るんですけど、もう栗原選手のバットを取りに行く時に、しかも広島の選手のバット、広島選手、広島側のベンチ座ってるんです。そうなんですよ、速いですよね、足速いですよ、ボールボーイ速いですよね、足速いです。盗塁を取れんじゃねえかと思う。盗塁行きますかね。でも肉離れですからね。そうですね。9回までずっと走り続けて、来年どうですか、ダイソーとかで。あ、ダイソー、お、いいっすか。いいっすよ。いや、絶対ダメでしょ。ダメですよ。じゃ、できれば一塁側の方にしてもらって。そうですね。で、一塁からでピッチランナー。いいっすね。で、まあ、福地さんとかね、宮さんとかいっぱいいるけど、第3のスペシャリスト、足のスペシャリスト。名乗り出ます
ましょう、行きましょう。これちょっと球団の方にお願いして、もっと年俸100万でもいいんで、いや100万も取りすぎですね、取りすぎですよ100万。そうだから俺もね、今日ね、もうあの用意されてたんだよ。そう、用意してくれてたじゃん。だよね、もうあの緊張すぎちゃって俺革靴着ちゃったんだよ俺。しかもちょっと緩いですね、ゆるゆるの革靴で、ちょっとスタイリッシュな方で、はい、はい、ということで、ね、ラブレターズのコントを、ね、はい、お聞きいただきました、はい、そして上田選手と吉野投手にもお越しいただきました。本当にありがとうございました、はい、では、はい、一言お願いします。あのお二人に一言お願いします。来年は、はい、来年はキングオブコント、あ、はい、もう出るんですか。まあ一応出るつもりで、はい、2年連続決勝は、はい、目指して。あ、じゃあ多分見てます。心が全くないな、この人は。体が全くない。危険ということで。多分見てるんで。ダブル優勝しましょう。ダブル優勝。あ、そうですね。はい、はい、ありがとう。うん、ありがとうございます。ダブル優勝。来年はキングオブコントと、はい、リーグ優勝と日本一取って、またここでコントできるように頑張ります。よし、頑張ります。来年また動きますよ。はい、来年もぜひ、ね、お願いします。はい、ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。スポーツとお笑いの融合でありました。ありがとうございました。ありがとうございました。